麻雀スタジオ。レーティングが1630と、なかなかうまくいかないもんです。ワンチャン打ってみようかな。ちょうど2枚今チケットあるんで、上級だけやってないんで、ワンチャンもそうだ。まあ、一般宅のトンプしか選択肢がない状態ですね。多分7段、8段、9段、10段ぐらいの人は一茶率も高いんで、レーティングが1700超えてくるのかなと。これは自敗が伸びれば自然と本一かチャンター、できれば本一に行きたいなという感じですね。チャンターも一応見て、ドラを切って本一に伸びるか、ドラ使ってチャンタに伸びるか、まあチャンタですね。まあ自分が親じゃないので、しかも遠い局で点数状況もまだ平たいんで、少しこう手作りを楽しんで、こうなるとドラ切りたくないんで、チャンター789狙うとドラ切りになるので、まあ初ドラドラでもまあ仕方なしと。3900でいいかなって感じですね。まあ初ドラさんの可能性はまだありますね。そうそうそう、こっちが重なっちゃうと面白くないんですけど、このペンちゃんの方が重なってパーピンをポンして両面待ちと。一応チーソーの受け入れが残ってますけど、状況によってはパーソーを切ってアンパー1枚抱えてもいいですね。これはリャンウーピン、リャンウーパーピンかな。ちょっと人鳴きテンパイ両面待ちなんで、テンパイ取りますね。なんかウーパーピンあたりが入って、多分もう一個のメンツが待ちになったかなと。捨て牌から想図は比較的切りやすいですね。446って切れてるんで、あんまり想図の両面待ちは考えられなかったんで、まあ、急走ポンしてパーソーを切ると。あと人泣きテンパイ、まあ残酷だったんで、まあいいかなと。これはまあ普通にトン、ハク、ハツ切って問題ないと思うんですが、まあちょっと個人的な好みっていうのがあって、自分の切った牌で誰かに泣かせて、まあまあ場の空気が変わるとか、または他の人を進めてしまうとか、ちょっとそこも実際の麻雀でも多少気にする打ち方するので、今みたいなローソーを切っちゃうとか、別に白チューンを重ねて使おうと思って残してるわけではないです。こういう風に切らないで、残りの牌でちゃんとメンツ構成作って、理想通り伸びたら切っていくかなみたいなスタイルなので、私も白チューンを先に切ってローソーとか残した方が、ヤンピンとか残した方が最終的にメンツが増えるし、シャンテン数が早いのは分かってやっています。上がちょっとピンズの本位臭いんで、一応抑えますけど、まあまだマンズも1しか切れてないので、
こういう時に積もぎり手出しの理論を見て、今手出しで7ワン出てきたんで、あれピンじゃないかなと。手の中にマンズがあると。なので上はトンドラ1、またはトンドラドラとか本一ではないですね。親は初ドラドラぐらいかな。ちょっとこれきついですね。3人が3人リーチみたいなものなの、ものなので、まさかのウーワンタンキ、しかもドラアンコ、ドラを全部使い切って満ズをカンちゃんに取るんじゃなくて短期に取って、幸運ですね。でこれはもうトンダブトンなので、親なのでダブトンのみでも攻める価値あると私は思うので、このバラバラの形でもトンはまずポンしといて、残り手牌で後で作ると。トンは1抜き、できればメンツがそこそこできてきてからトンポンして一泣き天牌またはトンのリーチと行きたいとこですが、まあ一応2差しが見えるんで、ダブトン3色、うん、どうしよう。まあトンからしか泣かないですね。トンを後で泣くつもりで他から進めるっていうのはトンが出る保証はないので、いわゆる先付けですね。あ、ごめんなさい、後付け、その打ち方は好きじゃないです。でこっちはもう明らかなマンズ、こっちマンズですね。で E1 ポンされてるんで一スチ E1 には取らないで、この2差しの形にしてみました。ちょっと一番余計な牌なんで、今ちょうどションパイ切ってくれたんで合わせ打ちです。上の人も、上の人もチュン抱えてましたね。ダブトン3色、あれマンズじゃなかった。まあマンズ多いですけど、まあ多分最初マンズを目指していたんですが、ソーズとピンズが伸びてきちゃったんでっていうパターンですね。今のは手牌見ると9000点差か、マンツモで逆転。ああまあ1000点でトップになれるまで北斎狙う必要はないか。ダントツビリだったら当然国士狙ってると思うんですが、まあ500点差なので、まあ国士は必要ないですね。でせっかく九死九敗でリセットしてくれたのに、この手牌と天牌までたどり着かないような手牌ですね。麻雀なら皆さんも当たり前にあると思います。しかもマンツモなんでリータンズも裏位置ぐらい。ただカンちゃん待ちがすごいんで、あーなかなかテンパんないだろうと。一応リーチツモ3色ドラ1、2000、4000も見えますね。
普通に考えて、さっきのハイパイとツモで天敗一番乗り満願ツモ条件をクリアして上がるっていうのはまあ厳しいですね。流し満願狙った方がいいのかも。そのレベルですね。MGA は流し漫画があるか分かんないんですが、もしやったことあるよっていう人は教えていただけると、まあなかなかできない役ですけど、まあこれは完封負けって感じですね。まあでも一回も上がれないで積もられて8000点、7000点しかへこんでないってことは、まあ守備は上々じゃないですかね。ただ攻撃がうまくいかなかったんで、9イニングを1点に抑えても1点も取れなければ負けますし、10点取っても15点取られるような守備だったら負けますし、まあこんな感じでレーティングが1630とちょっと厳しい状態続いてますね。また頑張ります。